防水とは、外界から水が入り込まないように加工すること、ウォータープルーフとも。一般には、防水の程度を表す用語として、完全防水や、生活防水、日常生活防水といった用語が用いられるが、これらの用語は何らかの規格に基づくものではない。日本工業規格においては、電気機械器具の外核による、保護等級水の侵入に対する保護等級のうちの、 水の侵入に対する保護等級として0級から8級までの防水性能が規定されている。近年では完全防水や生活防水という用語に変えて実防水保護等級での表示が用いられたり、生活防水の表示と実防水保護等級での表示とが併記されていることが多い。また、建築業界ではビルなどの屋根から抱えに、 雨水が浸透しないように施す処置や地下界の居室に地下水が浸透しないように施す処置も防水と呼ばれる。土木業界ではこれらは止水と呼ばれるが考え方は同じである。家や人体などを雨から守るため古来から防水について考えられてきた。例えば、ローマ時代の油が塗られた防水布である油布スペキアレリアや 18世紀の製品や、魚加工業者が使用したタールが塗られた、オイルスキン、生地に油を塗った油生地、和紙に油を塗った油紙、プラスチックでコーティングした、プラスチックコート紙がある。完全防水とは、文字通り水の侵入を完全に防ぐ機能を指す。この機能がついている製品は、長時間水中に入れても、使用可能となっている。現在、 完全防水という言葉がメーカーによって用いられることはほとんどなく製品を紹介する雑誌やウェブサイトにおいて一般に実防水保護等級発給などの製品に対して用いられることが多い。完全防水の製品は外反に特別厚いものを用い、またオーリングやガスケットなどを用いて製品の隙から内部の構造に水が入り込まないような加工がしてあり、 耐水圧を高めてあるものが多い。生活防水、または日常生活防水とは、電気製品などに採用されている簡易な防水機能。身につける腕時計や携帯するカメラや、携帯電話のように、生活の上で小雨に濡れたり、ちょっとした汚れがついても、水洗いできるように加工したもの。水中での使用には適さない。完全防水とは異なり、現在でもメーカーによって、 製品の説明に用いられるが、実防水保護等級での表示とが併記されていることが多い。防水を歌う携帯電話では、ほとんどが7級であり、水洗いが可能であるのに対し、生活防水を歌った製品は4級のものが多く、この場合には水洗いはできないことになる。実防水保護等級での表示がなされていない場合、生活防水の正確な解釈はメーカーによって、 異なるため、詳細はメーカーに問い合わせる必要がある。ウォーターレジストマーク、ダイバー S200 メートル ISO 2281 ISO 6425ダイバーズウォッチの、規格ジス B7021-2013 一般用、防水形態時計種類及び、防水性能化全体に防水加工が施される。タールやポリ塩化ビニルなどのコーティングを施すとで、 雨が内側に入らず、家の内側が腐らないようになっている。ありがとうございます。